これはデモ音声です。写真拡大、JRA 騎手課程38期生の第3回模擬レース、第5戦が、22日、時折冷たい小雨が降る東京競馬場のダート 1400m で行われた。これはデモ音声です。武藤正史騎手、23、美穂、水野、菅原明騎手、20、美穂、高木も参加した11頭立てのレースは、2番手を進んだ水沼元樹くん、19、が直線で抜け出して快勝。これはデモ音声です。第1戦に続く2勝目を挙げたが、中途半端なレース展開になってしまいました。株式会社 AI によるデモ音声です。馬の癖を考慮して、うまくコントロールできるようにしたいと反省しきり。これはデモ音声です。なお、好一点の今村美奈さん、17、は7着だった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。次回、第4回は、11月5日に、東京競馬場の芝コースで。